本場中央入口神戸市中央卸売市場は、卸売市場法に基づき、神戸市が設置した中央卸売市場である。神戸市産業振興局に属し、兵庫県神戸市兵庫区中野島に、本場、長田区カルモ通りに、西武市場、東田区深江浜城に、東武市場を設けている。工事によって発生する西側の跡地には、2017年6月に、イオンモール、 神戸南がオープンした。本場において、水産物と青果物、西部市場において、食肉、東部市場において、水産物、成果物、牡蠣を取り扱っている。本場に、新興魚類をはじめとする水産物、円館物卸売会社3社、成果卸売会社1社、東部市場に、水産物卸売会社2社と成果卸売会社、牡蠣卸売会社が1社ずつ。 西部市場に食肉に受け、会社一社が入場している。関連の中卸業者も多数入場している。本場と東部市場では、冷凍、冷蔵業者、漬物、加工食品、促成野菜、包装資材等を扱う関連商店や飲食店も営業している。市場には品物の運搬、陳列を担うに受け会社、運送会社の事務所も置かれている。他に、 神戸市の衛生部局の出先機関である食品衛生検査所と食肉衛生検査所が入場しており、場内を流通する食品の監視、検査、指導が行われている。ありがとうございます。